昨日音更町でよさこいソーランチームが踊りを披露しました。これは新型コロナの影響で2年連続中止となったよさこいソーラン祭りの感動を道内各地にも届けたいという思いで企画されたものです。感染対策で踊り手もマスクを着用しての演舞となりました。今月26日には千歳市民文化センターでの公演も予定しています。